はい、皆さんこんにちは、アポロンです。今回もモンスターファーム2プレイしていきます。さあ今回はレジェンド杯ですね。ポリとかモスと2体の、レジェンドモンスターと戦っていきたいなと思います。で、まずは、奇数年のポリとかからかな。はい、モスの方が強いんでね、まずはポリとかから、倒していきたいなと思います。といってもあいつも結構パンチ力あるんで強いんですけどね。油断はできない。で、今回はテスカは来ないのか、ホリーが来てんのか。さあ満員の、で、ホリー来てるかな。あ、来ましたね。何回も負けてるのにまだ気の緩みっていうことを言ってんのか。出ましたね、ポリとか。また強くて、ま、あ、ポリとかか。全く強くて嫌になっちゃうね。さすがに何回も勝ってるから知ってんのかな。で、これ情報を聞くとかなりの悪情報が。いらないよ。さあ行きましょうか。強化版フェニックスって感じの能力かもしれませんね。ただ技のパンチ力はあいつの方があると思うんで、能力的には総合でってどうかな、勝ってるかな。よし、同じくらいか。総合能力で言えば同じくらい。どれぐらいのパーセンテージか、そこまで回避ないんで結構あったと思う。88で相手が 20% ぐらい。これかなりいいですね。オリとか楽勝できるかな。 80% あるぞ。まあ力技打ってもらおう。よしよし、99までいくぞ。何でもどうぞ、歌ってもいいけど。いくぞ、これの次いくぞ。さあいけ、ファイヤーすげえガタガタ言ってんな。炎に包まれながらすげえもうあわわわわみたいな感じになってる。そりゃ舌出すよよし、ポリとかをまずやりましたね。で、これでセーブしてしまうとモストと戦えなくなるんで、はい、ロードしてもう一つのデータあるんでそっちの方でモストと戦います。これだけ見とくか。よし、じゃあ次はモスト戦ですね。はい、次はモストですね。モストだからパブスが来ると思うんですけど。来ましたね、パブス。イケメン。およし、笑顔だぞ。また来たか、このことわざ。よしよし。さあ、モストの方がさすがにポリトカのよりは強いはずですね。よし、塗ってますね、白く。普通のモッチとはやっぱり違うようにしたいんだろうな、こいつも。これだけ強いと。そして能力も高い。いやー、やっぱりモストの方がアキレールよりカリスマ性がある。さあ行こうか。いや、まずはガッツを貯めていく。で、賢さ技を打たせたいかな。超持ち法ってどんなの、見せて。えいいな、超持ち法使いたい。ローリン持ち。よし、相手のガッツ回復はどうだ。今早いな、早い。よし、おお、おお、よけた。いいぞいいぞ。で、打つか。いけ。お、来た。出てくる。はははマジか。994。あと5プラスしてくださいよ。おお、笑顔。こいつも笑顔。
多分こっちの方を応援してんな、あの笑顔は。ガチだな顔。最後に笑顔になるんだよな、怒ってんのかと思いきや。いやあれ笑顔出たかな。いやよくやったよくやった。まさか焼き焼き時給出ると思ったけどな。そこはさすがに塗り壁の方が上か。まあ、994でもかなりすごいんですけど、あの硬さ相手に。お、電動入りした？電動入れる。どうした？あ、いっぱい？マジで？あ、10年ごとぐらい電動入りしてんな。いらないのはこいつかな。ネズミ男かな、うん、キャラ的にもネズミ男削除で。厳しい選択だな、厳しい選択。さあ見に行こう。これはもう見た目上げて、得意技が何になってるかな、それが気になる。さあ見よう、どうなってる。お、これが前回の塗り壁。うん、自信ですね。で、粉木ジジイは聖剣。さあ何になってるかな、どうなってる。え？何これ。あ、魔人ハリケーンが得意技になったのか。ゴッドが良かったよ。魔人ハリケーンか。まあいいんだけど、回ってこない、回ってきて、見せて顔を。あ、これはこれでいいかな。何の技だよって気もするけどな、ただ笑顔を見せてくる、なんか怪しいセールスマン的な。そんな感じだけどな。いや、一旦もめ。よくやってくれましたね。B と A の間に相当差があるな。バナナ育成もしたから。なるほどね。はい、よくやってくれましたね、一旦もめ。で、次回は、ついに、あいつとの対決ですね。最強のガリを決める対決になるかな？はい。ということで多分次回はアキレール戦だと思います。はい。それでは今回の動画はこれで終了にしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。今回の動画面白いと思った方は高評価とチャンネル登録、あと動画説明欄にある Twitter のフォローなど全てアキにつながっておりますのでよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。アポロンでした。